さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は共同通信杯の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですけれども、リアルスティールやトゥラメンテ、アンビシャス、ゴールドシップやディープブリランテ、スピルバーグ、そして昨年のアドマイヤマーズと出世馬の多いレースなんですが、そもそも過去30年においてフルゲートの16頭に達したのはわずかに1回、平均して10頭立てから12頭立てということが多くなっています。これはどうしてなのかと考えてみましたが、クラシックに向けて賞金ないし権利の欲しい下位の馬たちはここで上位級と当たって力を試したいという馬も少なからずいるのでしょうが、大多数が一発で優先出走権が叶うトライアルに回りがちです。ということでここに出てくる馬は重賞ウィナーなどの賞金では安全圏の馬、もしくはその馬たちに挑んで一泡吹かせてやろうというチャレンジャーがひしめき合っていますので、頭数は少ないものの仕上がり途上なのか一番人気が勝てていなかったり、1、2着の差が最大でも0秒4差とかなり接戦になる傾向となっています。ですので昨年断然人気だった G1 馬のアドマイヤマーズがダノンキングリンに敗れたように、ここは今年もマイラプソティが勝つに決まってるじゃんと安易には考えたくないところです。そして東京コースにありがちなことではありますけれども、とにかく切れ味勝負になりがちですので、上がりを使える馬でないと太刀打ちできないという傾向となっています。昨年は勝ったダノンキングリーが上がり32秒台を掲示するなどかなり顕著な傾向となっています。過去10年だけでなく過去30年においてもほとんどの馬が前走で上がりタイムトップもしくは2位という成績で、ここ最近で上がり上位でなかった馬で馬券に絡んだ馬はイスラボニータと半袖バンドがいますけれども、イスラボニータは前走のトースポ杯をレコード勝ち、半袖バンドは中山のジュニアカップを勝ち上がっているという、それまでの戦績においてある程度の実績がありました。ここで言えることは、切れ味がなければそれを補うような実績がないといけませんので、その点最近3戦続けて上がりタイムの平凡な思考や新軍バズーカ、ダーリントンホールには厳しい舞台設定だと思われます。それに関連してなんですけれども、こちらが客室別の成績となります。逃げて馬券に絡んだのは意外なんですけれども、ディープブリランテとディープサンドのディープインパクト3区の2頭、そして昨年のアドマイヤマーズの合計3頭だけ。逃げ馬が勝ったのは2005年のストーミーカフェ以降、現在まで14連敗を喫しています。一方で好位につける馬たちが10年続けて馬券圏内ということで、キサラギ賞を見たく先手を取れば有利ということとは少し違って、きちんと折り合って馬の後ろにつけられた馬が勝利にぐっと近づいているという状況になっています。そして新馬や未勝利戦からここに挑む馬は今年は4頭いて、最近10年で馬券に絡んだのは2頭だけいますけれども、ディアルスティール、サトノソルタスともに人気を背負って新馬戦を勝ち抜いてきました。先ほど述べたようにある程度の実績なども必要という話もしましたが、ただ新馬や未勝利戦を勝ってここに食い込もうとするチャレンジはことごとく跳ね返されており、注目されて新馬を勝ちここでも通用するという評判があって初めて馬券に絡む活躍を見せているようです。今年のメンバーで言いますと、スイートメリナ、コンバットマーチは新馬や未勝利戦で3番人気以下の本命視されていない状態で勝ち上がったのであまり注目をされてなかった一方で、ビターエンダーやフィリオアレグロは一番人気で圧勝、新馬や未勝利戦出身組は人気馬の方が業績が多いですので、こちらの方に現時点では部があるとお伝えした方が良さそうです。続いては気になる馬をピックアップ。
以上、気になる馬のコーナーでした。さて、続いては京都記念の展望です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬でのデータですが、前走 G1 を走ってきた馬が30頭中17頭も存在するということで、 G1 勝ちの経験があるクロノジェネシスですとか、 G1 タイトル目前のカレンブーケドールには注目をしておきたいところです。一方で G1 を大敗しているドレッドノーダスですとか、アルメリアブルーは大丈夫なのかと気になるところですが、デスペラードなど有馬記念に2秒以上負けた馬がここで勝利をしていたり、牝馬の名将ベルーガもここで馬券に絡んでいたりと、 G1 の大敗からここで巻き返す馬も少なくありません。また頭数が少ないということもありますが、先行勢が断然有利ということが現れています。こちらが客室別のデータですけれども、4コーナー10番手以下ですとお話にならず、4コーナー5番手以下であっても厳しい数字、逃げ馬と先行馬だけで9勝して2着7回と、とにかく前にいないとお話にならないという状況です。かつてはテイエムオペラ王ですとかシックスセンスなど刺して勝つ馬も多かったのですが、ここ10年で刺して勝ったのは当選ラーのわずか1頭だけ。昨年6番人気で優勝したダンビュライトですとか、一昨年のクリンチャー、ブレイクした年のラブリーデーなど、人気があろうがなかろうが前に行く馬には要注意という傾向が出ています。今年のメンバーで先手を取りそうな馬はノーブルマーズと昨年2着のステイフーリッシュがいますが、カレンブーケドールも番手を取る戦法を多用していますので、人気にはなりそうですが、なかなか外せないところです。特に去年と同様に今年も馬場は重たく、先週も先行したコルテジアとストーンリッチをアルジャンナが捉えられず、日経新春杯も逃げたストーンリッチが3着に残り、京都金杯もカテドラルが後方で全く伸びずと、モズスーパーフレアが飛ばしに飛ばしたシルクロードステークス以外は全てが先行決着です。共同通信杯とは打って変わって、こちらは位置取りが非常に重要になりそうです。一方で差し馬についてですが、差し馬の中で馬券に絡んだ馬の特徴としましては、先ほど挙げた当選ラーのように京都コースが得意な馬に分があるようです。過去10年の3着以内の馬では、エリザベス女王杯3着のタッチングスピーチ、京都新聞杯を優勝した絆、如月賞を優勝した当選ラーと、京都新聞杯2着のベールドインパクトと、最近馬券に絡んだ差し馬は何かしら京都コースの重賞で実績を残している馬たちが多いです。今年のメンバーはほとんどが京都で成績を上げていますが、重賞勝ちが経験があるのがクロノジェネシスとドレッドノータス、3歳児には遡りますがステイフーリッシュとアメリカズカップがいます。カレンブーケドールは G1 で2着ですので、こちらの方も注目しておきたいところですが、アルメリアブルームやプリンスオブペスカは条件勝ち止まり、この1年以内で重賞を構想した馬、条件戦で構想したにとどまる馬、それ以外で分けると明らかに順位基準に分かれてしまいますが、軸馬を決める上では分かりやすい線の引き方かなと思われます。また競馬界の七不思議の一つと思っているのですが、なぜか同じ京都の外回りで 200m の距離しか違わないのに、日経新春杯組の成績がここ10年ではすこぶる悪く、馬券に絡んだのはヒルノダムルのたった1頭だけ。日経新春杯を勝ったミッキーロケットですとかレイブミストラル、カポーティスターナーと、なぜかここでは馬券に絡めませんでした。そこからさらに調べたところ、1月の第2週、つまり金杯の次の週以降に使ってきた馬たちの成績がそこまでは良くなく、最近10年で馬券に絡んだのは昨年のダンビライトが勝ちましたけれども、あとは先ほど述べたヒルノダムールと連投でここに2着に食い込んだジャガーメイルだけ。ただジャガーメイルは前走が出走取り消しだったので、実質の前走は年末の香港でしたので、カウントできるのは実質は2頭だけとなります。間隔4週以内のステイフーリッシュ、アルメリアブルーム、そしてプリンスオブペスカーにとってはかなり相性の悪いデータとなってしまいました。続いては気になる馬をピックアップ。
以上、気になる馬のコーナーでした。さて、今週は共同通信杯と京都記念の予想、そしてクイーンカップの予想はブログでアップする予定です。気づけばもう来週には G1 ウィークがやってきますので、そろそろ調子を上げていかないといけませんね。なんとかきっかけをつかみたいと思います。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。